はい、こんにちは。こんにちは。めっちゃ逆光や。逆光やな。ちょっと方やな。あ、そうですそうです。今ストックホルムに着きました。ストックホルム、スウェーデンです。はい、でもね、本当は昨日の夜に着いてるはずだったんですよ。はい、あの着いたのはね、今先なんですけどね、はい、まあ色々ありましてね、はい、あの完全にあのちょっと恥ずかしい話、あのミステイクを犯してしまいました。電車が遅れましたね。はい、電車が遅れただけじゃなくて、完全にもう俺らがアホやってあのチェックインをあの遅れて乗れなかったという飛行機に乗れず飛行機に乗れずに16時間ぐらい待って、はい、追加のなんかリブック代を、はい、あの1人100ポンドずつ、まあ言っちゃえば1万5000円ずつぐらい取られて、さらにあの荷物の超過代として、1人あのまたその倍、また1万5000円、はい、1人4万円ずつぐらい、そして荷物ね、乗り際に乗り乗るさらに5000円取られて、乗る直前にこいつ荷物なんか2つ持っとってんけど、荷物あの2つ持っててんけど、なんか乗る直前のほんまに飛行機の目の前で、はい、こいつだけゲート閉められて、お前荷物2個やから金払えって脅されて、あのね、出発の10分前だった出発の10分前だったんで、いや無理とか言える雰囲気雰囲気じゃん。あのカツアゲされた中学生みたいにクレジットカード完全にカツアゲされてるチャイニーズみたいな感じ、クレジットカードを没収されてね、早う暗証番号押せみたいな感じ完全にオッケーオッケーみたいな、足元見られてたこれだけは言わせてくれ、ライアンや頼むで、ライアンや、もう一回使うねん、もう一回使うけど、もう一回1万5000円取られる、ほんまそれや。いやでもね、はい、無事にね、スウェーデンにやってきてね、今から、はい、ヨーテポリっていうところにバスで、移動するんですけども、はい、スウェーデンね、すごい暑いっすね、暑い、日差しがめちゃくちゃ暑い、日差しロンドンとかオランダとかの方が全然、普通にあの日本のあの夏、真夏を少し乾燥させた感じ、はい、そうもうほんまにも日差しがめっちゃきつい、もそうやな、うん、にもかかわらずね、結構みんな薄着なんですよ、結構みんな薄着なんですよ、みんな結構薄着なんです、これ絶対日焼け地獄やで、これはよいしょ、今まあね、例のごとくマクドナルドのフリー Wi-Fi、はい、マクドナルドの、はいはい、フリー Wi-Fi 使わせてもらってます。ほんまね、空港ではもうめっちゃもう最悪な状況やったね、はい、Wi-Fi も使われへんし、食いもんも高いし、うん、何あれ、ちょっと、すごいわすごいわ、ストックホルム、何あれ、あっし、長い、ガゼンライブした駅が満々になってきたというねっていう、北区はこういう、いやいやいや、ヨーロッパツアーあかんて、あかんて、あかんて、ね、ちょっと、まあヨーテポリはどんな街かちょっとまだ分かんないですけど、はい、まあ言っちゃうと、ヨーロッパ、ロンドンで、UK で言うと、まあマンチェスター、はい、で、オランダで言うと、まあロッテルダムみたいな感じで第二都市みたいなね、ってことは、今完全にケツ出てました。いやすいませんね、もうちょっとね、いっぱいお金取られすぎて、もうちょっともうちょっと頭楽しなってきて、俺らが楽しなってきて、俺ら日本帰ってからお金払われる、しかもさっきこの通貨のクローネに豪君が万札持って買いに行ったら、1万円札持って買いに行ったら手数料で3000円ぐらい、3000円も取られて7000円分ぐらいしか返ってこへんどんだけぼったくられんねんもういい加減かわいそうやと思ってくれよっていうね、まあね、うん、ちょっとね、ちょっと物価高いね、やっぱり、いや高い、イスラエルよりちょっと高いぐらいかな、うん、あでもまあ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 、うん、まあ楽しみましょう、4日間一生懸命やりたいと思いますちょっと皆さんね、はい、まあ、このビデオの中で一つ言いたいことがありまして、はい、ちょっとね、お土産グレード下がるかもしれない、すいません、ごめん、すいません、ほんまにごめん、まず買うお金があんまりないですあんまりっていうか、正味俺元気もないです、ほんまにすいませんもうちょっとライアンヤで4万円ずつ、合計8万円ですよ、8万円取られて、8万円返ってきた支払いやからね、そうだから、ちょっとすいませんけど、お土産がその辺の葉っぱとか
あ、じゃあ、全然、全然、しょうがないやろ、あのクオリティは。しょうがないって思う。しょうがないやろ、あのクオリティは。もう、すごい。しょうがないって、あれは。すごい。すごい。あれはしょうがない。これ、ヨーロッパ一来てる。じゃあ、もうこんなこと言う。まあまあまあ、すいません。まあ、ここのね、スウェーデンでも、まあ、どうなるか分かりませんが、ライブできるように頑張りましょう。ライブできるように頑張る。あ、ちょっとかなりビデオレポート溜まってるんで。溜まってるんで、まとめて。これ見るときは結構、一気にアップする感じになってると思うんですけども、夜にね、寝る前とかに、布団の中で iPhone で見るなり、暇な時にネットしな、学校とかでネットでね、見る、何言うてんねん、もうとりあえず。まあ、とりあえず、時間があったら見てください。時間があったら見てください。というわけで、ストックホルムから、ヨーテボルに、デイビッドのところに、行ってきます。行ってきます。はい。それではまた。はい。っていうか、ロンドンの話してないね、ロンドンのライブの話。またまたします。またまたまたでは、さようなら。